ペラノワンダ。私はかなで、新社会人です。面接で失敗して就職浪人していたのですが、この度やっと新入社員として就職しました。やっと受かってよかった。筆記試験は得意なんだけど面接が苦手なんだよな。かなでは天然だからトンチンカンな回答ばっかりしてたぷに。ミシャ、はあ、晴れて社会人になったから頑張って稼ぐぞ。かなでおめでとう。頑張ってね。お母さんから就職祝いのプレゼントがあるのよ。プレゼントってなんだろう。開けてみなさい。これはお母さん手作りの化粧水とパックよ。もやしエキス配合よ。社会人は身だしなみも大事だからね。お母さんありがとう。早速使うね。何を隠そう、我が家は超貧乏。高い化粧水は買えません。もやしエキス聞いたことないぷに。一流企業に入って玉残しチャンスもあるかもしれないから気を抜かないようにね。そうだね。じゃあ今日は初出勤だから早めに出かけるね。いってらっしゃい。しっかりね。うん、行ってきます。初出勤だから道に迷わないか心配だな。とりあえず降りる駅は間違えなくてよかった。この前乗り換え間違えて2つ隣の県まで行っちゃったんだよね。重症な方向音痴くんに。誰か。ん？何か聞こえたような。誰もいない。もしかしてお化け。お化けじゃなくて下じゃ、下、下を見ておくれ。おじいさんどうしたんですか。急に眠くなっちゃったんですか。こんなところで寝ると風邪ひきますよ。それともここにお布団持ってきた方がいいですか。違う違う、倒れとるんだわしは。どうしたんですか。ぎっくり腰で動けんのじゃ。ぎっくり腰。それってどんな腰なんですか。何、意味のわからないことを言っておる。くしゃみをしたら腰に激痛が走って立てないんじゃ。それは大変。救急車呼びますか。いや、目の前に病院があるから行った方が早そうだ。立てそうですか。一人だと無理かもしれん。そうしたら私に捕まってください。病院に一緒に行きますよ。なんと、すまないね、お嬢さん。そうそうと、そうと歩いてくれ。ここですか。こうして時間はかかったけど、なんとかおじいさんを病院に連れて行くことができた。ぎっくり腰は安静にするしかないので、あなたはもう帰って大丈夫ですよ。そうですか。もうこんな時間、会社に遅刻しちゃう。お嬢さん、どこで働いてるんだね。ソプラノカンパニーという会社で、今日が初出勤なんです。おー、ソプラノカンパニー、すぐ近くの会社だね。はい、というわけで私は行きますね。あ、待っておくれ、お礼を。ご家族が迎えに来るまで動いちゃダメですよ。おじいさんを助けるのに夢中になって時間を忘れていた私は会社まで走った。初日から遅刻はやばいよ。もう始業時間過ぎてる。走ったものの会社には遅刻してしまい、初対面の上司に怒られることに。初日から遅刻してくるとは、やる気はあるのかね。申し訳ありません。やる気はとってもあります。一応遅刻した理由を聞いておこうか。道端でおじいさんが倒れていて病院に連れて行ったんです。何それ、嘘っぽい言い訳ね。正直者のマドカなら絶対そんな嘘つけない。マドカくん、嘘ではないんですが。まあいい、マドカくんはうちの部署の唯一の女性社員だ。いろいろ教わるように。頼むよマドカくん。部長、了解です。マドカ先輩、はじめまして。本日は遅刻してしまい申し訳ありませんでした。私は奏と申します。よろしくお願いします。ねえ、おじいさんを病院に連れてって遅刻したって本当なの。はい、駅前のソプラノ病院です。マジ？貧乏人を相手にして自分の地位を下げるなんて信じられない。
別におじいさんだからって貧乏人ってわけじゃ。私だったら見てみぬふりよ。おじいさん助けてもメリットないもの。それで会社に遅刻したらばっかみたいじゃない。でも倒れている人を見つけてあのままにしておけなくて。せっかく一流企業に入ったんだから身の振り方も覚えた方がいいわよ。はい、わかりました。身の振り方、フラダンスでもするのかな。アローハー。出勤初日はその後仕事内容の説明で終わり、ヘトヘトに。ただいま、お母さん疲れたよ。おかえり、かなで。会社初出勤はどうだった？実は初日から遅刻しちゃって怒られちゃったんだ。え？遅刻？早めに出たのにどうしたの？また電車を乗り間違いしたの？お母さんに朝の出来事を説明して相談したっていうことがあってね。上司に怒られるし、先輩にいろいろ言われるし、私間違ってたのかな。確かに救急車や他の人を呼ぶこともできたけど、お母さんは間違ってないと思うわ。胸を張りなさい、かなで。お母さん、ありがとう。先に連絡を入れておいたらよかったかもね。でも仕事は明日から一生懸命頑張って挽回すればいいのよ。うん、そうだね。仕事を頑張って家計を支えるぞ。さあ、夕飯にしましょう。今日も節約もやしご飯よ。うん、よし、フラダンスの練習も頑張らなくちゃ。次の日、書類整理をお願いされたからこれからやろう。よし、仕事頑張るぞ。はあ、早速やってしまった。ちょっと、昨日おじいさんを運んだ時の筋肉痛が。夜にフラダンスの練習もしたし。大丈夫、拾うのを手伝うよ。書類多いから大変だよね。大丈夫です、フラダンスの練習の成果が出せるように頑張ります。ありがとうございます。フラダンス、うん、頑張ってね。やっぱりどんくさい子ね。女子社員が入るっていうから私のマドンナの地位を少し心配したけど、あんな妹女なら全然大丈夫そうね。お昼休み。さてと、仕事は適当にこなしたし、メイク直ししてランチにしましょう。まあ、新入社員のかなでちゃんって絶対天然だよな。ああ、俺も思った。天然ちゃんだね。素朴な感じで可愛いよな。俺狙っちゃおうかな。あ、俺もいいと思ってたのに。抜け駆けはずるいぞ。じゃあとりあえず飲み会誘う？いいね、今度誘ってみようか。うん、なんですって、あの今っぽい子のどこがいいっていうの。見る目ない、どうしようもない男たちね。今まで私は部署の唯一の女性社員でマドンナとして君臨してきたのよ。そんな私の地位があんな女のせいで揺らぐ。仕方ない、いつもみたいに新人妹女の人気を下げてやるか。かなでさん、ちょっといい？はい、まどか先輩、何でしょうか。かなでさんって化粧品何使ってるの？私は有名高級デパコス化粧品で揃えてるんだけど。なんだかまどか先輩、声がやけに大きい気がするな。化粧品ですか？お母さん手作りのもやしエキス化粧水を使ってます。何よそれ、手作りの化粧水？貧乏くさいわね。男性社員のみんな聞いてよ、かなでさんったらもやしエキスとか変なの使ってるんだって。へえ、お母さんの手作りって無添加系ってこと？すごい、かなでちゃん意識高いんだね。意識高くないでしょ、貧乏くさいでしょ。かなでさん、この書類を今日中に入力しておいて。こんなにたくさん、あの初めての仕事なのでやり方を教えてほしいんですが。自分で調べてやっておいて、私はお化粧室に行くから。じゃあね。どうやるのか調べ方もわからないよ。それにまどか先輩の当たりが強い気がするけど、気のせいかな。おい、どうしたんだ。ん、化粧もバッチリ直したし、仕事はかなでさんに押し付けたし、定時きっかりに上がってデパコス見てこよっかな。ん、あれは会社一のエリート男子くんじゃない。違う部署だから関わりがなかったけど、密かに狙ってたのよね。お近づきになるチャンス。化粧直してきてよかった。うん、
だからこのフォルダを開いてここに入力するんだよ。ここはコピペした方が早いぞ。わかるか？コピペ？鳥か何かの鳴き声ですか？コピー&ペーストの略だよ。ちょっと、なんで私の王子様に仕事を教わってるのよ。うちの後輩がすみません、昨日入ったばかりで何にもできなくて。まどか先輩。いや、通りがかりに気になったから教えてただけなんで。じゃあな、頑張れよ。ありがとうございます。なんなのこの妹な、私は自分磨き第一でやってきたんだから。エリート男子くんによしよしされるなんて、私もされたことないのに。あんな美容に気を使ってない妹女がモテるのは絶対許せないんだから。翌日からさらにまどか先輩の当たりは強くなってしまい、仕事はお願いされるけどろくに教えてもらえなかった。はい、これお願いね。すみません、この仕事は初めてなんですが、どうやるんですか？これくらい自分で調べて。自分なりに調べてやったらミスが連発してしまい。かなでくん、この書類は何なんだね。なんでこんな大きい紙に印刷されてるんだ。すみません、すみません。ちゃんとまどかくんに手順を教わったのかね。かなでさん、後で教えようと思っていたのに自己流でやっちゃったの？そういうの困るんだよね。まどか先輩、そうなんですか？まどかくんにしっかり教わって今日中に直すように。かなでさんって仕事もできない上に見た目もダサいよね。化粧もあまりしてないじゃない。社会人としてどうかと思うよ。まどかさんいつも完璧だから厳しいな。すみません、一旦トイレに行ってきます。仕事は聞いても教えてもらえないし、どうしたらいいんだろう。社会人って大変だな。でもこれが社会人なんだよね。お金を稼ぐって簡単じゃない。気を取り直して頑張ろう。おー、いたいた、お嬢さん。ん？この声はぎっくり腰のおじいさん。あ、探したぞ。どうしてここに？先日のお礼に来たんじゃよ。奏さん、その人誰？まさか彼氏？渋すぎ、超ウケるんですけど。まどか先輩、この人は彼氏ではなく先日病院に連れて行った人で。会社に部外者は入っちゃいけないんですよ。ボケちゃったのかしら。こんなみすぼらしい貧乏おじいさんなんて相手にしても何のメリットもないわよ。モテないからっておじいさんに結婚でもしてもらうつもり？まどか先輩、なんてこと言うんですか。このおじいさんはみすぼらしくなんかありません。本当の貧乏な私だからわかります。お洋服も綺麗な新品です。生意気、先輩に反論するんじゃないわ。いや、ちょっと君何をするんじゃ。先輩どうしてこんなこと。手作り化粧水よりはいい値段する自動販売機のコーヒーよ。コーヒーが染み込んでいい感じにお肌に効くんじゃない。何の騒ぎだ。あれ、じいちゃんどうしてここに。お、ハルト。え、じいちゃんってまさかエリート男子くんのおじいさん。会長、こんなところでどうしたんですか。お疲れ様です。お、久しぶりだの。会長、まどかくんは会ったことなかったかな。この会社の創設者で今はソプラノカンパニーの名誉会長をされておられるんだ。名誉会長。名誉会長でエリート男子くんのおじいさんで、一体どういうこと。みんなには言ってなかったが、アルトくんは会長のお孫さんだ。彼は身分を隠して働きながら勉強していて、この会社の跡継ぎで次期社長なんだ。エリートどころか超お金持ちの御曹司じゃない。カナダ、なんでそんなに汚れてるんだ。これは私が間違ってかけちゃって。カナデさん、ごめんね。そんな言い訳通用すると思っているのか。わしに対する暴言はさておき、後輩に対する態度として目に余るものがあった。厳重に対処するように。承知いたしました、会長。申し訳ありませんでした。ところであると、このお嬢さんと知り合いだったのかな。ああ、前言ってた高校からの同級生です。その、紹介したい人がいるって言ってただろ。
なんと、それがわしを助けてくれたお嬢さんだったとは。紹介ってもしかして、この妹女がイケメンお嬢氏とそんな関係ってこと？ふざけんじゃないわよ、貧乏女！私のアルト君をどんな手を使ってたぶらかしたのよ！マドカさんって本性あんななんだ。こわ、マドンナだと思ってたのに。引くわ、幻滅した。まずい、この状況どうにかしなくちゃ。手ぶらかした？フラダンスのことですか？はあ、何言ってるのよあんた。おじいさんを助けてないで身の振り方、フラダンスの練習した方がいいって言ってましたよね。そんなこと言ってないわよ。自分にメリットがないことはしない方が得っていう意味よ。俺にもあんたに構うメリットはないけど、私のアルト君って何なんだ、気持ち悪い。だいたい奏のことを妹女呼ばわりで、あんたは何様のつもりなんだ。性格の悪さがその芋みたいな顔ににじみ出てるぞ。そんな。それからまどか先輩は部長に厳重注意をされたが、逆ギレして暴れたそうで、居づらくなったのか自主退社してしまったみたい。噂ではいろんな部署のイケメンに声をかけまくってたみたいで、社内で出禁の部署もあったとか。それ以降は姿を見ることはなかった。私はというと、ちゃんと教えてもらえるようになり、仕事が楽しくなってきた。今日も新しい仕事を覚えたぞ。もっと頑張らなくちゃ。それにしても遅いな。カナダ悪い、会議が長引いて遅くなった。アルト君大丈夫だよ、お疲れ様。ところで、社長の息子ってバレちゃってよかったの？ああ、ちょっとやりづらくなったけど。いずれ言うつもりだったし、あとあの場で公表しておいた方がお前に悪い虫つかなそうだし。お前の部署は男ばっかりだからな。悪い虫？それってどんな虫なの？刺されると痛いのかな？そういうことじゃなくって、まあいいや、店予約してるから行こうぜ。メリットがなくたって、困っている人には親切にした方がいいよね。回り回って自分に返ってくるかもしれないんだから。かなでです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。悪い虫ってズバリ腹の虫のことでしょう。なんでだよ。この間仕事中にお腹が空いてなっちゃって、すっごく恥ずかしい思いしたの。まあそういうことでいいんじゃね。違うの？よかったらみんな動画の感想をコメント欄でよろしくな。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうぜ。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てねー。